はい。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村長スタジオ、中の人です。今日も、一緒にスタジオワンを、勉強していきましょう。今日は、前の動画で、8つの、基本ツールのことを勉強しました。今日は、ちょっと、初心者の方には難しいかも、わかりませんが、その隣にある、応用ツール3つをお話しします。1つは、オーディオベンドツールです。 そしてその隣はストリップサイレンスそしてその隣がクオンタイズになっていますその3つのツールの前にスタジオワンではとっても便利にオーディオのクオンタイズができるんですよこのように一番上のトラックのリージョンを選択しておいてアルファベットの Q のキーを押してみましょうはいこのようにスライスされましたね大きくしてみてみましょう このようにタイミングに合わせてクオンタイズができていますベンドマークはクオンタイズで指定されたその場所にちゃんとアルペジオギターが正確にクオンタイズされていますちょっと聞いてみましょうクリックを入れておきますはいこういう風に。 Q のキーを押すだけで、コーンタイズができるわけですね。じゃあ、今日の本題の話に入ります。コーンタイズとよく似ていますが、このオーディオベンドというツールを選ぶと、一段、このように出てきます。このトラックでやっていくわけですけれども、ちょっと、これは消しておきます。このオーディオベンドの機能は、先ほどのコーンタイズと、基本は、同じような働きをします。 ここで、この分析というのを押せば、ベンドマークという線が出てきます。選択をして分析をします。はい、このようにベンドマークがついたわけです。ギターのアルペジオですが、この辺のところ、もっと刻んでる割には、ここに線が入っていません。そういう時は、このスレッショルドを上げると、線が多く出てきます。 このようにですね。でも、出すぎてもまた、難しい部分もあります。これで、8分音符のところに、うまく入ればいいんですが、若干違うところにも、入ったりします。ある程度はしょうがないことです。ただし、オーディオベンドをかけた後、このようにベンドツールを使いまして、もし、入っていないところ、例えば、ここですね。ここにちょっと入れてみます。 このように、ベンドマークは追加できます。もしくはいらないところについてしまったとき、こういうところですね。こういうところについてしまったときとかは、ダブルクリックをすると、ベンドマークを消すことができます。そしてベンドマークは、ここで、スナップをオンにしておけば、スナップに合わせて動きます。例えば、今、8部音符になっていますが、あえて16部音符にしてみます。 そして必要とあれば目的の位置に動かしたりすればいいわけです。ただし、こうしておくとそのグリッド単位でしかマウスカーソルが動かないですので最初はスナップをオフにしておいて合わせていくことをお勧めします。このようにいらないところは決して動かすとベンドマークを移動できます。また新しく作るのではなくって ベンドマーク自体を移動するときは、オルトキーを押して動かすと、このようにベンドマークを違う位置に持っていけます。その後、このようにして、ベンドマークを動かすことになります。このオーディオベンドの機能は、今は、モードがスタンダードになっていますが、このスタンダードで、どうしてもうまく検出ができないとき、例えば、 今はギター一本ですけれども、2ミックスのような音源で、うまくできないときは、このスタンダードのところを変更して、センシティブに合わせると、複雑な分析ができます。ちょっとやってみます。もう一度これを選択します。センシティブで分析をやり直します。するとこのように、先ほどよりも細かく分析をしました。でも、これは細かすぎですよね。 またそういうときはスレッショルドでこのようにちょうどいいところまで合わせそして追加したり削除したりしながら編集をしていくことになります。ベンドマークが見えてて邪魔なときはこの目のアイコンを消すことでこのように表示、非表示にしたりすることもできますしこのベンド処理を元に戻すときはその隣の削除をすることでベンドがなくなります。 次のお話に行く前に案外皆さんが知らないことですけれどもこのようにベンドマーカーをつけないとこれらのアタックは検出できないのかと言いましたらオーディオベンドをしなくてもスタジオワンではタブキーを押すだけでもうすでにアタックをちゃんと検出していますすごいですねこれを大きく表示しておきますこうしてみるとよくわかりますこのように波形の山がありますが タブキーを押していくと、このようにアタックで、自動的に分析されているわけです。この機能、あまり使われてない機能だと思うんですけれども、いちいちオーディオ弁度をしなくてもいいということも一つ覚えておいてくださいね。今日は、一つ一つの機能をすべて話しすると、 時間ばっかりかかってそしてあまり使わない機能もありますので重要なところを中心に話ししていきます続きましてストリップサイレンスですもう終わったトラックは消しておきますねストリップサイレンスというのもあまり聞きならない言葉ですよねこれはどのように使うんでしょうかこの真ん中あたり以降はアルペジオが1小節ずつで区切りのようになっています ここに隙間ががあるのがわかか。りますでしょうかちょっと音を聞いていただきます音が切れているわけでもないんですけれどもいわゆるひとまとまりというかこういうフレーズになっている時はこのストリップサイレンスがとっても役に立ちます。編集をスタートする前に、 ブロックごとに切ってしまうということです。通常ストリップサイレンスを利用しなければ、このように分割ツールなどで、こうやって切ったりして、編集をしたりしますよね。それを全部自動でやってくれるんです。ここで、長い無音とか短い無音とか、ノイズフロアとかありますけれども、これも全てを説明するというよりも、現実使うのには、 この手動設定というのにしておく方が、ずっと使い勝手がいいです。そして、スレスショルドを開くと、閉じるというのがあります。これは今、私は、マイナス35デシベルに設定。この値になったら、リージョンを切るということです。これは、わかりやすく言えば、ゲートの機能と似ています。ここでプリロール、ボストロールというのがありまして、音が小さくなった時に、 いくらか余裕を持ってリージョン処理します。小さくなったから、すぐに切るとか、切らないとかというんではなくって、若干の余裕を持たせる設定です。前後で20ミリ秒。このように余裕を持たせています。そしてここは、フェードインはいくらにするかということで、アタックは切りすぎたらダメなので、ここは今は、21ミリ秒という値にしています。そして、 下のフェードアウトを85ミリ秒にしています。これはどういうことかはやってみたらわかります。じゃあ、ここで適用ボタンを押します。はい、このように切れました。一つ一つを見てみます。フェードインも大きくすればかかっているのがわかりますよね。これは21ミリ秒です。そして、後ろの方は、このように85ミリ秒のフェードアウトになっているわけです。そして、 この長さというのは、ここで指定した長さより、そのゲートする音が短かったら、そこは分割しないということで、今69ミリ秒という長さにしています。このようにカットできます。そして、ここで自分の思いと違うようになれば、このように消してしまったりして、またこれを動かしたりすればいいと思います。 もちろんフェードアウトなども編集しましょう。こうやって最初にやっておけば、とっても編集が早くなります。もう一度同じような例で、これはボーカルです。どんな感じか聞いていただきましょう。特にボーカルの場合は、このような感じに、 隙間が伴奏よよりりも多くありますよねこういう時に多分皆さんはタイミング合わせのためにこうやって分割をしてそしてそれをちょっとずれてるなとかいう感じでこのように動かしていたりすると思います元に戻しますこれを今のストリップサイレンス機能を使ってうまくやってみますギターほど微妙ではないのでこのマイナス35 マイナス30デシベルぐらいにしてもいいでしょう。そして、適用を押します。このようなブロックになってくれました。細かくブロックになりすぎて困るときは、ここの長さを大きくしておけばいいです。じゃあ、そうですね、150くらいにしましょうか。これで同じようにやってみますと。はい。先ほどよりも切れるのがなくなりましたね。 もう一度やってみます。300ミリ秒にします。ちょうどうまく歌の一節と言ったらいいんでしょうか。思い通りに分かれてくれました。大丈夫か見てみます。恋なんてもしないものと思ってたあの時まで。フェードインとフェードアウトがついています。 皆さんもよくミックスの勉強などでこのようにカットしたときは自然にこの音がつながるようにこういう風にファデーンをしたりフェードアウトをしたりということをミックスの参考書などではよく見ると思うんですがこういう風なことが全自動でできるのがストリップサイレンスです次はクオンタイズの話に行きます エートビートのドラムがあります。ちょっと聞いてみてください。はい、そこで私は先ほど、適当なアドリブで。ベースを弾いてみました。はい、これだけで聞いていたら。 あまりわからないんですがこうやって見てみると私が弾いたものですからこのようにジャストのところに入っていなかったりしてるわけですこれを直すのがクオンタイズです皆さんも DTM をやってる限り今までにもこれはずっとやってきてると思いますこれでドラムと流すとどうなるでしょうか とっても聞きづらいフレーズですよね。これをクオンタイズかけます。クオンタイズは、先ほどもやりましたように、ミディでもオーディオでも、アルファベットの Q です。そして、ここで応用ですが、スタジオワンの場合、Alt プラス Q を押せば、今のように50、50%だけ、クオンタイズをすることができます。なぜ、こういう機能があるかというと、やはり、 音楽というのは、あまり揃いすぎると、人間らしさがなくなるからです。音楽としての人間らしさ、というのが書けるから、このようなハーフクオンタイズというのが、どの DAW にも大抵は、あると思います。そしてきっちりと、クオンタイズをしたいときは、Q キーを押します。よく見ててください。はい、このようにちゃんと揃いました。そうなると、音楽を鳴らすと、気持ちよく聞けます。 はい、そしてですねクオンタイズボタンを押すとこのようにクオンタイズのいろんなパラメーターが出てきますこれを1回押したり2回押したりすると上に出たり下に出たり下は出なかったり上は出たりとってもややこしいですね例えば先ほどまでのツールはこのように押すとまず上に出ますよねオーディオの場合とかはこのように同じようなツールが上下にありまして 今、下には出ていませんが、下の方でもう一度押し直すと、下の方にオプションパラメーターが出てくるようになります。そして、上の方で押せば、また上の方に出てくるという風になりますが、ミディの場合は両方に、このように出すこともできるようになっています。このクオンタイズですけれども、初期値では、このグリッドというのになってるわけです。けれども、 グルーヴという機能があります。これは皆さんあまり使われていませんよね例えばこちらにシャッフルしたドラムを作ってありますちょっと聞いてみてください跳ねたドラムになっていますよねこれに先ほどの私が弾いたフレーズを合わせてみますこちらは跳ねていません ートには合っていますが、ドラムのシャッフルした感覚と全く違うのでこれもまたおかしな音楽になってしまっていますよねこのような時はこのグルーブ機能が使えましてドラムのグルーブをこの上の部分のところにドラッグドロップしますするとここがこういうグルーブを検出したわけですそして私が弾いたベースをもう一度クオンタイズをかけます ここに適用というのがありますのでこれを押しますするとちょっと大きくしておきますのでよく見てくださいねグリッドでのグオンタイズはできていますですからどのように大きくしてみてもジャストなところに入っていますがシャッフルのリズムに切り替えようとスタジオワンは頑張ってくれるんですじゃあ適用をしますよく見ててくださいすべてを選択しておきます おっと、うまくいきませんでした。これはどうしてでしょうか。ミディトラックはこのように、ピアノロールと上が、設定が違うんですね。この下の方にやっていなかったからです。こういう時は、慌てる必要はありません。もう、上のアレンジビューでやってしまえばいいわけです。このようにグルーブを選択します。上の方で選択します。そして、ここで適用を押せば、勝手になってくれます。 今動きましたね。見えましたでしょうかコントロール Z でもう一度戻しますのでよーく見ててください。はい今度は下のピアノロールでやってみましょう。下のグルーブ設定にもこのように上からドラムのパターンを持ってくることができます。ここで離します。はいこのようになりましたね。これで ここの適用ボタンを押しますが下にある時はリージョン単位じゃなくって音符単位ですのでこのように選択をしておきますそして適用を押しますはいこのように今シャッフルクオンタイズしましたじゃあ上と下はどのように使い分ければいいのでしょうかもう一度戻します一部分だけをシャッフルしたい時有効ですそういう時は他のところがいいので この部分にだけシャッフルをかけたい。というときに、下のピアノロールでは、個別にできます。ここだけが動いて、右が動かないことを確認してください。いきます。はい。ここだけにかかりましたね。このように分割して、かけていくことができます。はい。MIDI のトラックは上でクオンタイズするのか、下でクオンタイズするのか、 それはグルーブだけではありません。同じようにグリッドにしておいても16部音符でクオンタイズするのか8部音符でするのか上と下で設定を変えることができます。ですからこの2つは上手に使い分けてやってみましょう。このようにグルーブでシャッフルしてありますのでどのようになるか聞いてみてください。 このように、8ビートのストレートで弾いたベースを自動的にドラムのグルーブに合わせて、シャッフルのフレーズを作ることができました。同じやり方で、今ここにオーディオがあります。オーディオでもこのグルーブに自動的にシャッフルをかけることができます。ここで Q を押します。そしたら、このようにシャッフルのグルーブがかかりましたので、これを。 こちらのシャッフルのリズムのところに持っていって聞いてみます。はい、このように、オーディオでもこのグルーブに合わせてできるわけです。そして、このグルーブというのは、 ミディのドラムグルーブを先ほどは分析しましたが、オーディオグルーブというのもガイドにできます。今回は、オーディオベンド、そしてストリップサイレンス、そしてクオンタイズについてお話をしました。オーディオベンドで覚えておくことは、モードにはスタンダードとセンシティブというのが、あるということ、そしてスレッショルドで、その度合いを決めること。ここが重要です。 次に、ストリップサイレンスの方は、手動で設定というのでやるのが、現実的にはいいと思います。そして、このスレッショルドは、ここで設定した値よりも、音が小さくなったら、カットするということになりますが、そこで、このイベントで決めた長さより、短い場合は、もう、リージョンをカットはしない、という風になります。そして、このプリロールと、 ポストロールというのは、音が小さくなったからといって、急にリージョンカットするのではなく、私の場合は20ミリ秒程度の値にしてあります。そして、右の方は、フェードイン、フェードアウトです。フェードインの方は短めに設定して、フェードアウトの方が少し長めという方が、大体のリージョンにはいいと思います。真ん中にあるリンクボタンを押せば、フェードインとフェードアウトを プレロールとポストロールと同じ値にするという風にできます。いわゆる20ミリ秒の余裕を作ったんだから20ミリ秒のフェードイン、フェードアウトをしようという考え方です。でも現実はこれを手動でタイミングを任意指定する方が実用的には使いやすいと思っています。最後のクオンタイズには皆さんが普通にやってるグリッドというのとグルーブという機能があります。 グルーブはミディグルーブでもオーディオグルーブでもどちらでもここにドラッグすることができてそしてその後それに合わせたいフレーズを選択しておいてここの適用ボタンというのを押せばそのグルーブにあったようなクオンタイズができるということですクオンタイズ一つでもいろんな機能があるんですがなかなか使い切れてない方もたくさんおられると思います ぜひもう一度見直しながら頑張ってこの3つも大変重要なツールですので覚えていただくといいと思います今日も長時間ありがとうございました尊重スタジオ中の人でしたまたね